島根朝日社会復帰促進センターは、島根県浜田市朝日町にある、PFI 方式の刑務所。2008年10月に開所された。PFI 方式の日本の刑務所として、ミネ、ハリマ、吉霊川に次ぐ4番目。島根県浜田市、朝日町丸原380から15に所在する。面積は、約32万5000平方メートルで、延べ床面積は、 刑事施設が98,557平方メートル、地域交流エリアが16,304平方メートルになる。職員は、刑務官約200人、民間社員約300人で、犯罪傾向の進行していない男子の受刑者2000名を収容する。他にも、軽度の身体、知的、精神障害のある受刑者を受け入れる。アクセスは、 JR 山陰本線浜田駅、または山陽新幹線、山陽本線、芸備線広島駅から高速バスイサリビ号に乗車し、朝日インターで下車する。また、歌舞伎館として浜田高知師匠を持つ。同師所は松江刑務所から遺憾された。農作業や森林管理、農業の応援、植物の栽培のほかぐらめに合わし、陶器の製作。 盲導犬候補の犬の育成を行う。ビジネス基礎や IT スキル、利用者やホームヘルパー等の資格を取得できる。島根県旧朝日町は過疎化が進み、1960年から40年で7000人以上いた人口が半減していた。1990年代、中国横断自動車道広島浜田線開通に伴い、企業誘致のため土地を造成。 分譲したが失敗に終わった。そこで、当時の町長、岩谷義雄は2002年より、PFI 方式の刑務所誘致に取り組み、法務省をたびたび訪れ、住民を説得して回った。刑務所誘致には68地域が立候補しており2003年には、落選したが、2004年の再挑戦で、決定通知を受け取った。誘致に成功した理由は、 県と連携して刑務所用地となる県有り地を低価格で国に引き渡したこと、浜田市中心部まで約15分で着くため受刑者に対する医療体制が整っているとみなされたこと、農村地帯で受刑者が農作業に取り組むことが可能だったことが挙げられる。誘致によって刑務官やその家族が増えたことで、朝日町で絶滅危惧種とまで言われていた乳母車を押す若い。 夫婦が見られるようになった。子供も増え、地域のスポーツサークルが復活し、居酒屋や道の駅風のコンビニがオープンした。統計上も人口の急増と人口構成の急変を招いている。地域住民との交流も行われており、日本の共生施設では初めて文通プログラムが実現している。2019年1月9日に、 インフルエンザ発症者が出始め1月下旬以降、流行し、2月7日、現在、受刑者65人と職員73人の、計138人が、集団感染していることが判明した。2020年には、映画監督の坂上香織による、受刑者同士の対話を通じて、構成を促す TC の取り組みを追った、ドキュメンタリー、プリズンサークルが公開され、 同作品は文化庁記録映画大賞を受賞した。ありがとうございます。